時刻は7時を回りましたおはようございますザキミリョウの不動産相談室の時間ですお相手は私ザキミリョウですこの番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なラスタジオより7時30分まで放送いたしますどうぞ皆様最後までお付き合いくださいはーい、えー、ではもう7月に突入しましたがはい、はい、なんかリョウ最近最近っていうか 夏やりたいこと他にありりましたた、えー、夏やりたいことはですねちょっとあの、うん、川に行きたいなと思って,て <laughs> なんかさ <laughs> 水辺から離れないよねえっとねそれは多分暑いから暑いからもうあの寒さんといけんと思ってさ <laughs> あそうなんだそうそうそうあのー、結構さ高校の時からだったんだけど、うんえっと、自分たち高校の時にもすぐバイクの免許取ってさ うん、で普天間自分地元が普天間なんだけど、うん、普天間の子結構バイクの免許取った子が多くて<ー>でみんなでさあの希望が丘、女かんのそうそうペンション行ったりとかバイクでツーリングしながらねとか行った時に玄関川ってわかる分からん玄関川って言ってねあれ国が大意味になるのかな分かんないけどさ、うん、もう名護からちょっともっと奥あの北方面行ったところね玄関、うん、川行ったりとかあとはあの有名な七滝川田滝あ田滝、うん、行ったりとか。うん でもやっぱりなんか川の水とさ海の水って全然違うくて、うんあ、冷たさがね。あ冷たさね。うん、<laughs> あのー、質とかは分からん。<laughs> 別に飲まないし。そりゃそ,そ,そうだろうって思うか,からさ。<laughs> あでもどっちの方が冷たく感じるの？えっとねあのー、川だね。川、えー、あのそのたたきとかは結構このマングローブではないけどなんかちょっと、うん 木とととかかがささいい茂っっ、うん、ってて影なるところとかさやっぱり冷たいでも海ってさそのまま何もないから、うん、やっぱ太陽が直で来てるからそうだねね、うん、ぬるいよ、ね、結構そうそうそうだからそれやった時にやっぱ川結構良くて、うん、で本当に最近友達なんだけど、うん、あの川あえっ、ー、とね読谷普天間出身なんだけど、うん、読谷に引っ越したやつが行ってさでその子と連絡してあの、うん、ずっと仲いいやつなんだけどその子と連絡して一緒にじゃあ,あのその原価側 この子,の子はあのコーヒーとかさその皮で引いてちょっとさ、うん、おしゃれなことやってるのをインスタで見てさ「<laughs> うん、もう一緒に連れて行って」って言ってえお前あ,あいやまた変「お前」って言っちゃいそうだったさ学生時代のね行ってたでもさなんかいいよねなんか川辺でさなんか楽しめることがあって、うん、なんかテントサウナとかもあるよね最近。 あるねちゃんとさでもさサウナ暑いの多分嫌いなんだよだからね乾いてるからねそう温泉好きなんだけど一応温泉行くんだけど温泉の中に結構サウナってあるさねあるねサウナは全くほぼ入らないもう時代と逆行してるねそうなのサウナ流行ってるじゃんいで流行ってるねうんちょっとよくわからないんだよねあの良さがはあだから温泉は好きなんだけどサウナはあんまり入らない水が好きかもしれないもしかすると。 <laughs> <laughs> 意外と自然派ということが分かりましたがはい、はい、で逆に言うとああかかりは何をし,なんかしたいとかある夏,、うん、夏だからなんかさあかりあかりさこう今日のお昼自分でこう昼ラジ12時からの番組あかり担当するんだけどうん、うん、そこでこの宜野湾市内のラグナガーデンホテルっていうホテルの人がゲストに来るんだけどさ、うん、でここでなんかあの プールサイドビアガーデンってやつをやるらしいわけどんな感じなのプールサイドビアガーデンってそうなんかあかりもホームページしかまだ見てなくて詳細はこれから聞くんだけどだけどさなんか写真見る限りはなんかかなり楽しそうなじゃあもうプールのそのんだろ周りでそうそうで肉も焼いてくれるしお酒も飲めるしみたいなこれ夜夜よあ夜だと思うよお酒だしねそうだねだから 結構やっぱりもう夏の、ね、季節感が出てきたそういうイベントとかもあるようになってるんだ、うんね、そうだからそういうところでなんかあのいい出会いを探そうと思って <laughs> <laughs> ちょっとあっちで Tinder でも起動、うん、<laughs> 起動させようかな <laughs> ちょっと今のは分かりませんけれども <laughs> そうだね話ちょっとね脱線しましたけども。はいうん じゃあちょっと本題にそろそろ入っていってもいいですかねよろしくお願いします。もっと話したい大丈夫もういい。やけどしてるからもう。やけどしてる ?OK じゃあ後半にもう一回少しじゃあその話を聞きたいんですけども本題でじゃあはいじゃあいっ一旦 CM 挟んでクールダウンしてからいきましょうか。わかりました。ではい旦たん CM です。はい 美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針り鍼灸治療なら「イノワン鍼灸整体」ヨーク アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0988331122 1984年創業のカーボディ上ぼりかは愛車の修理、板金塗装、車検、ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げますスズキの新車も取り扱っています沖縄市消防本部道向かいカーボディ上ぼりかお送りしておりますこの番組はザキミリョウの不動産相談室ですこの番組ではメッセージを募集しています メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o a c o m また、この番組は YouTube でもネット配信しております。f m g u i n o のホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでも、えー、この番組を楽しむことができます。合わせてお楽しみください。えー、では、 本題に入りたえー、と後半の方はですね、えー、と今回の本題の、えー、と住宅ローンについいいいてて少しお話しさせたただきたいと思いますで住宅ローンってまずそもそも何っていう方も結構多いのかなと思うんですけども住宅ローンとはですね多分自分の、えー、と自己居住するおうち、ん、購入する時に例えばこれはマンションでもいいし一軒家でももちろんいいですし。 でそういうお家を購入するときにやっぱり現金で、ね、3000万4000万一括で払うっていうのはなかなかやっぱりね、うん、持ってる人もいるかもしれないけどもほぼ、ね、大体はみんな住宅ローンってローン借り入れするんだけどさでその時に銀行って結構やっぱりねいっぱいあるさねうん、うん、で例えば沖縄銀行さんであったりとかこれ琉球銀行さんとかうん、うん、老金さんとか沖縄でもね結構いっぱいあってでもちろんあの内地のね銀行さん例えば。うん 大手の瑞穂銀行さんとか、うん、そういうところも使うしネット銀行のイオン銀行さんとかうん、うん、もう本当に銀行大手も,うもう何千種類でもしかしてとると、うん、何百種類かなあるのかなとは思うんだけどもでそれでその中から一つを選ばないといけないいいとけんだだよねねそそうだ、ねうん、その時にやっぱりお客さんからするとえこの中から一つってどれがいいのっていう、うん、で、まあ、結論から先に言うと、うん、そのお客さんのえっと <laughs> 人によって、うん、えとどの銀行がいいかっていうのが変わってくるだから一概にこちらの銀行がいいですよっていうのははっきり言えてなくて、うん、えと例えば、まあ、公務員さんだったらこの軍金銀行がおすすめですよでも、えー、と個人事業主さんだったらこの銀行がおすすめですよっていうのがあるので、うん、そこにあった自分の条件に合った銀行さんを選ぶっていうのが一番いいのかなと思います。ででそれを僕たたちはヒアリングししてですねこの面談した時に えっとお客様の情報であったりとか、まあ、あと年収であったりとか、うん、他に例えば何か借り入れがあるかないかとかあと年齢とかっていうのを聞いていくんだけど、うん、それであそのここのの条件なら大体こっっっちちがいいかなっていいかててうのでちょっと提案していくうん、うん、で銀行に最初まず仮審査っていう住宅購入するときに仮審査っていうのをあのするんだけどもこの仮審査は何かっていうとそもそもあなたいくらまで借りれますよっていうのが。 そう分かるものなんだけど、うん、例えばそもそも3,000万のお家買いたいのに銀行さん2,000万しか買わないあ貸せないよってなった時に3,000万のお家探しても何の意味もないよね。ってなった時にじゃあまずそもそもいくらまで借りれるかっていうのを仮で審査しましょうと。うん、っていうのでやっていくんだけどその仮審査の時に、えー、と銀行も1行じゃなくて、うん、な例えば2行3行何行でも出していいんだよねこの 仮審査っていうのうん、うん、でその中から、えー、と自分の合った条件がいいところを例えば A 銀行は OK だけど、うん、B 銀行はダメですっていうのもある。っ、うん、ていうかさなんか銀行によってそこまでこう、うん、なん違うものだねそう。意外にみんな一緒のように思えるけど、うんうん、本当にはっきり言うと全然違う っっててもいいいいいんじゃないかなかかううぐらら違僕するとねお客さんからすると一般のお客さんからするとあほぼ似てるねとは思うかもしれないんだけど、うん、多分中身をもっと掘って掘っていくと全然違うっていうやっぱり業者の目線ではそうなるかなと思いますね。うん、ちなみにさこう、うん、琉球銀行とかこう対面の銀行はか銀行から借り入れるのはわかるんだけど、うん、さっきさネット銀行も話題に出してたじゃん。 ネット銀行から借りることもできるの、うん、できるすごくいい質問です <laughs> こ,の、うん、この質問は本当にちょっとしてほしくて、うん、逆にね僕からもしなかったら自分から言おうかなと思ったんだけど本当にそこ多分率直な疑問だと思う、うん、でネット銀行ってねやっぱりそもそも支店がないわけだから、うんうん、じゃあどこで借り入れするのって言ったらネット上なんだよね怖いね今どきも時代が、うん、でやっぱりネットでなので、うん、携帯で 審査するんだよ<え>携帯で審査してだから携帯で、うん、あの処理、まあ、パソコンでもいいんだけどね、うん、あの例えば自分の年,年収を分かるために源泉徴収票とか、うん、免許証とかあと保険証を提出してくださいで例えば写真で送ってとか、うん、もしくはまたファックスとかね、うん、でやってそこで審査をしていくんだけど、うん、で例えば普通の沖縄のねあの地銀さんとかだったらそのまま対面でできたりするんだけども,、うん、もうネットはそもそも支店がないので,、うん、でネット銀行の あのメリットって何かっていうとその分支店とかそういう拠点がない分、うんあのー、人件費もいらないし店舗も代もかからないとその代わり金利がすごく低い、はい、例えばえっ、ー、とね普通のこちらの銀行さんが 1%, 1でしたってなったら、うん、普通のね金利が1%でしたってほのネット銀行今0.4とかさ<ー>半分以下とかだわけ。 だからそこはすごく金利が低いっていう部分ではメリット、うん、でデメリットっていうと今さっきあのまずそもそも窓口ないのに大丈夫なのっていうところ、うん、そこなんだけど、うん、やっぱり何かあった時に例えばあのもうチャットみたいな感じでの連絡のやり取りだったりとか、うん、あとやっぱりレスポンスが遅い。 ああそうなんだ、うん、あの対面だとその場で聞けたりとかさ直接僕なんかも仲介業なので、うん、えと銀行さんと間に入ってあの地銀さんとや,やり取り担当者とできるんだけどネット銀行だとその個人がやってもらうんだよね、うん、仲介が入るんじゃなくてその本人とそのネット銀行の方が直接やるので、うんうん、でもこの一般のお客さんってなかなかこの不動産の知識はそもそもないので、うん、どんな書類をまず持ってきたらいいのとか。うんうん でこの書類ってまず何なのっていうから始まるからでそれを一旦僕たち仲介業者に投げてどうなのっていうのを話していって、うん、すごい時間がかかる僕たちが間に入れない分そうか、うん、間には入れないけど相談はめちゃくちゃ来そうだからなんかか大変だだねそうだから時間がすごいかかるうんやっぱりこの仮,証あ仮審査して早いところだとさ、うん、沖縄のこの地銀だったら、うん 23日で結果出ることころもあるし、うん、本当に1日で出るところもあるんだけど、うん、やっぱりこのネット銀行だともう1日二2日は無理で数週間かかるっていうのがあるからそっかだいぶ違う、ね、だいぶぶ違違うようね、ん、だだよから例えばマンションでねあの、うん、いいマンション見つけましたってなってじゃあ仮審査 2>,、うん、2組いましたってなった時仮審査同時に出した時に、うん、ネット銀行だとやっぱり遅いからじゃあやっぱりこっちが優先ですって言われることもあるしだから。 ネット銀行いいメリットもあるんだけどやっぱデメリットもあるでも逆に言うと地銀はメリットもあるけどデメリットその金利の部分でやっぱりあのねネット銀行に勝てないからさやっぱりその分、うん、っていうのがあるからまず一旦その部分で金利のちょっと違いはあるかなっていう、うん、そうなんだね、うん、じゃあなんかそれでもネット銀行を希望するお客さんもこれまでにいたのいましたね,<ー>えっとね僕の 大体してる人が公務員のの人が多かったですこのネット銀行っていうのは審査が厳しくて、うん、通常の,この地銀さんよりも、うん、あの審査が厳しくてこれ僕たちのよく言うのが属性っていうんだけど、うん、属性って何かというとこの人が例えば公務員なのか職種みたいな感じで考えてもらえればいいかな、うんうん、公務員なのかもしくは個人事業主なのかあとは経営者なのか。 とかって言っってててて変わってきてこの属性がよければ、うん、あのいいんだけどさ、うん、この属性がそもそも高い低いって言われるんだけど高い方はやっぱネット銀行通りやすい、はあ、でも逆に属性が低い方はネット銀行そもそも難しいそうなんだ <laughs> いやなんかさ、えー、ネットなんかこう職業によって借りる銀行の系統もちょっと変わってくるのがちょっと面白いね そうだねだから本当にやっぱりね、うん、本当にだからその人にあったって、さっき一番最初に冒頭で話したように、うん、その人にあったところっていうのが、銀行選びで一番いいっていうのがあって、どこがいいっていうのははっきりね、うん、ないわけよ、ね、そうかでも、じゃあその中から一つ銀行を決めて、うん、じゃあこの銀行から住宅ローン、あお金を借りて、住宅ローン、うんそうそう。お金を借りることを住宅ローンお金はね、住宅ローンで。はい 借りて、うん、でそこからどう,どういうう手順を踏むのあそうだねまず一旦流れとしてはその仮審査をやって、うん、で仮審査の後に次は本審査っていうのがあるんで,、うん、でまず仮審査が受かりましたってなったらやっと契約ができるんだよね、うん、でその物件を契約したりだったら仮審査で受かって契約しますとで契約した後にすぐにあと本審査っていうのを出して、うん、要は一次審査と二次審査みたいな。うん で一次審査を受か,り、ま、受かっているので契約しましたじゃ次、二次審査行きますってなって二次審査でも、あのー、OK 出ました承認がおりましたってなったら、うん、その時に初めてこの決済引き渡しって言って、うん、お金をこの住宅ローンを、えー、ともう借りてですね、うん、その住宅ローン借りたお金をそのまま売り主さんにお渡しするのでうん、うん、でその分、毎月あの銀行さんにお金を返していくっていう流れになってくるので。うんうん だから本審査でそもそもまず落ちるっていう可能性もあるので <laughs> そう一次審査受かってても2、うん、二次審査は落ちるっていう可能性も一応あんまりないんだけど、えーだね、でもやっぱり一概に絶対ないとは言えなくて僕があったパターンでいくと1時は受かってたんだけどもそもそもその申告してた本人が申告するから他に借り入れあるのに借り入れないって書いてたりとか。そんなことしちゃっ,たわけっていう人もいた。 えー、でもさ、こういうのって犯罪にならないの犯罪ではないけど、うん、結構な迷惑がかかる、うん、相手にね。うん、僕なんかが迷惑かかるのはまださ、ちょっとあの目つぶれるけどさ、やっぱり売り主さんっていうのは、うん、この時間もさ、あと、やっぱこの人に売,り売るために違う人蹴るって可能性もあるので、うん、なんかやっぱりそれ考えると、うんうん、ちょっと迷惑かかっちゃうっていう。そうななんんだね、うん、じゃあなんか こう銀行選びもそうだけどこう借りる側のなんかモラルみたいなのも大事になってくるね。そそううすすすごく大事ででね、はい、そうなんほか、ねはい、に住宅ローンについて何かあったりするのえっとですね住宅ローンで今言ったさっき言ったのはね金利の部分とかあったんだけどうん、うん、例えば銀行さんねまずそもそも原則3年以上を、うん 同じ職場に働いてないと貸しませんよっていうのがあったりとか、うん、あそうなんだねしかも正社員お<ー>、うん、じゃあ彼はもうすでにクリアできなさそうだっていう人もいると思うんですよ、うん、でもそういうところを助けてくれるのが、うん、フラット35っていう商品があります <laughs> でそれフラット35何かっ,て言ったら、まあはい えっと、いえばね、国が、うん、あの銀行って、地方銀行こ、民間ね、うん、が貸すと思うんだけど、じゃなくて、この国が支援している。要は住宅ローンを貸すっていう独立支援機構みたいなのがあるんですよ。うん、で、そこは、やっぱり少し、うん、あの条件を緩くしてるんです、うん。あ、そうなんだ、ね。その代わり、金利がちょっと高い。おお<ー>、うん。でも、例えば、自営業の人とかって、結構ね、三年分の。 個人事業主だからね、うん、3年分の申告書、うん、確定申告を3年分そもそも持ってきてくださいよ、うん、でこの申告も結構な売りあの利益がないと利益で所得がないと貸しませんよってあるんだけどうん、うん、例えば今やっぱ転職したばっかで1年2年とかっていう人もいるさ、ねうんうん、そもそも3年に該当しないからやっぱ民間では厳しいってなった時に、うん、この国の独立のあ国の機構では全然貸してくれたりとか。 するからやっぱり一概に絶対もう借りれないよとかはなくて、うん、どんな仕事であったとしても、うん、あのやっっぱり方法っていうのはあるうんしかもこれ国がやってるっていうのが面白いなと思ったんだけどさ、うん、なんかこうじゃあ国的には住宅を持つことを進めたいんだよね考え方としては。そうだねやっぱりこれ、うん あの経済回していかないといけないからそこ金利もそうなんだけどやっぱり金利も一気にね今物価とかさ高くなってきて金利もガッて上に上げてしまうとそもそもまずじゃあ買わないよねってなるさねそもそも金利も高いし物価も高いのにお家買ってたら破産するよってやっぱなっちゃうだから国とかはえっとね金利をやっぱりそのままそこまで上げずにまだお客あの一般の方がそのままローンの支払いもできるぐらいの余力があるようにするっていうのが施策である。 はあはあ、だから今金利さ大体いい1%前後なんだけど、うん、0.8とかマイナス金利って言われてるんだけど、うん、昔バブルの時とか聞いたら4%とかあ<ー>そうだから景気によって変わってくるから、うん、この金利も、うんうん、だからねでも4%って聞くと、うん、住宅ローンで4%っで僕、ね、たちが生まれる前の話だからさ、うんそうね、ちょっと怖い。<laughs> だかからねいやなんかこう住宅ローン、うん 住宅ローンをしやすくするための国の施策があるのも分かったんだけどさうん,、うん、なんか他にも国からの支援とかなんかありそうだなって思ったけどそういうのもなんかするれはない？ね、国からのそうだねこのフラット35っていう、まあ、まあ国っていうかね金融機関と,、えーとうん、提携してるところっていうのがあるんだけどまあそれ以外はうん、うん、あまり ははいえー、ちょっと私から気になったこと1点聞いていいかなはいどうぞはいえっとそうだね住宅ローン以外には、うん、これ住宅ローンっていうのは先ほど言ったようにあの自分が住む用のお家なので、うん、それとは別に例えばアパートであったりとか、うん、この軍用地とか投資用物件って言われてる物件があって、うん、そういうローンはまた 住宅ローンは使えなくてこれはまた事業ローンっていうんで事業用ローン、うん、もう事業なんて一つの一つのない言葉だ、ね、そうだねあんまり聞かない人多いかもしれない、うん、でこれ何が違うかっていうとそもそもこの事業用ローンっていうのは、うん、金利が全然違ってくるへえ<ー>、うん、例えばあの住宅ローンだったら1%切る 1>、うん、まあ0.8とか7とかっていう可能もよくあるんだけど、うん、やっぱりこの 事業世論っていうのはもう2%から3%とか、うん、もうこれも銀行によって全然違くてさへ<ー>で住宅もさっきあったみたいにさその個人によって属性によってちょっと違うよって言ったじゃないうん、うん、でこの事業世論も同じで、うん、この会社がどれだけ信用度があるかっていうのによって金利が変わってくるへえそうなんだねそうだからこの銀行では例えばね十10年やってる 会社さんがあって売り上げもしっかり黒字で出してますっていうところは貸してくれるところが多いんだけども例えば5年,5年間ですでも全部赤字でしたとかって言った時はちょっとなかなか難しくなってくるとかだからしっかり税金も納めてちゃんと黒字を出して返せるっていうのがわからないと銀行もね回収しないといけないのでそこをしっかり見るのでやっぱり住宅ローンと事業用ローンでは全然別だし。 うん、あの変わってくるのかなっていうローンの種類ありますね。そうなんだね。うん、でちなみにもう残り三、二分となりましたが。はい、はい、早いね、なんか。早い。そうだね、じゃあ今日は住宅ローンについて。 どんどん聞いていったんですが、はい、このリスナーの皆さんも住宅ローンについてだったり不動産について何か聞きたいことがあったらお気軽にメールもお待ちしております、はい、ではメールアドレス私からちょっと言いますね797「#FMGINOONE.COM、はい」えー、です、えー、皆様こちらザキミリオーの不動産相談室宛にどしどしメールでのご参加お待ちしておりますはい、はい、では最後に何か一言い 閉めてお願いしますすそうですね <laughs> えと今回はちょっと住宅ローンについてお話しさせていただきましたやっぱり今のこのお話でもなかなかちょっとわからないなとか、えー、もっと気になるなっていうところがあると電話でもいいですしもしくはあの直接、うん 事務所に来ていただいてこのお話聞くだけでもいいですので、うん、ぜひご相談してくださいまずは一旦買う買わないの前に自分がどのぐらい借りれるかっていうのもちょっと分かっておくと、うん、あのー、物件探しの参考になるのかなと思いますので、うんうん、そういうのでもいいのかなと思いますはいでは本日もありがとうございましたはいありがとうございました